株式会社日光コーディアルグループはかつて存在した日本の証券持ち株会社の一つ。同社を持ち株会社とする企業グループは日光コーディアルグループと呼んでいた。アメリカ金融大手のシティグループの参加となり、株式交換で直接の親会社となっていた日本法人シティグループ。 ジャパンホールディングス株式会社に九州合併され、日本における金融持ち株会社である日光シティホールディングス株式会社となった。九州合併前は、傘下に日光コーディアル証券株式会社、日光シティグループ証券株式会社、マネックスグループ株式会社などを有していた。日光証券の前身の一つである川島屋証券が、もともと三菱系だったことから、 三菱金融会構成企業ではないものの、かつての日光証券は三菱銀行と親密な関係にあり、実質的に三菱グループ各社の株式主幹事を務める役割を担ってきた。1990年代までは四大証券の一角に名を連ねて野村証券に次ぐ規模であった。1997年に四大証券の一角であった山市証券が、 自主廃業するなど、平成不況が深刻化し、激烈な証券不況の嵐が吹き荒れる。日光証券は、経営人の判断で1998年に、ソロモンブラザーズとの資本提携を生き残りをかけて、決断、国際ホールセール部門の合弁会社として、日光ソロモンスミスバーニー証券を設立させた。これにより、三菱金曜解析場で圧力が生じ、日光は、 三菱グループの金融部門の座を引きずり下ろされる状態となった。東京三菱銀行は証券主会社として東京三菱証券を有していたが野村証券系の中堅企業であった国際証券を1997年に買収し、さらに東京三菱パーソナル証券と東京三菱 TD ウォーターハウス証券を設立させた。2002年9月にこれら 東京三菱銀行系証券会社に加えて、三菱新宅銀行と新密の一斉証券を合流させる形で、三菱証券を発足。日光に代わる三菱グループでの総合証券会社を独自に立ち上げる結果となった。その後、2001年10月に持ち株会社に移行し、九州分割型の会社分割により、日光コーディアル証券株式会社3月に、 日光証券分割準備株式会社として新設され、分割と同時に、称号変更に、証券業及びその他営業の全部を承継させ、本体は日光コーディアルグループへ社名変更した。野村証券、大和証券グループ本社に次ぐ、業界第3位の位置であった。2004年末には、水保フィナンシャルグループとの業務、資本提携を発表し、 一部で水穂との親密な関係を構築し始めた。2005年12月にはシティグループの世界的な戦略もあり、従来親密だったシティグループの出資比率は4.9%まで低下した。その後の金融市場の滑強を受け大きな動きはなかったが、2006年末に発覚した2005年度優証券報告書の粉飾決算問題を受け、 経営が苦境に陥り、外部の支援が必要となる。水保グループに支援を要請するという報道も初等なされたが、従来から親密な関係にあった提携先であるシティグループが支援することになる。2007年5月9日にシティグループが日光コーディアルグループの株式61.08%を保有するに至り、事実上同社の参加となる。 さらに、2008年1月29日には、三角合併方式の株式交換を利用して、残りの株式もすべてシティグループが取得して、同社の完全子会社となった。2007年5月1日の会社法の施行により、日本でも解禁された三角合併の第一号であった。2008年5月1日、日光コーディアルグループの全株式を直接保有していたシティグループ、 ジャパンホールディングス株式会社に吸収合併され、日光シティホールディングス株式会社となり、日光コーディアルシティ両グループの日本国内における事業を参加に収めた。参加の両グループの事業を順次統合していく予定で、日光コーディアル証券がシティバンク証券を5月3日に吸収合併しており、日光シティグループ証券を1年内に吸収合併して統合する予定であった。 1990年代後半に発覚した、総会やグループ代表や新井商計、元衆院議員への不正な利益供与で、有罪判決を受けた元常務に対して、事件直後から約9年間、取引報告書などの証券取引の事務処理をする、グループ市会社の日光ビジネスシステムズの食託社員として、年間2000万円近い報酬を払っていたことが、明らかになった。なお、 報酬額は日光の部長級より高い破格の待遇とされ、汚れ役を引き受けた見返りではないかとみられる。日光ソロモン証券が大手損害保険会社が結んだ株価、指数連動型上場投資信託の設定契約には、損保が支払う契約を実際に買い付けた株価でなく、基準日の東京証券取引所の終わり値で決める仕組みだったことを利用し、 基準日である2002年7月18日に日光ソロモン証券が取引終了間際に大量の買い注文を出すことで終わり値を引き上げ大手損害保険会社から約60億円の利座屋を稼いだ問題2003年に問題が発覚金融庁から20営業日の自己売買部門の業務停止命令と内部管理体制強化を求める業務改善命令を受けた 2006年12月18日、証券取引等監視委員会は、日光コーディアルグループが、参加の投資会社の決算上の数字の扱いについて、不適切な処理を行い、およそ180億円の利益を水増ししたと指摘。この決算に基づいて、日光コーディアルグループが500億円の社債を発行していたため、内閣総理大臣と金融庁長官に対し、5億円の 追徴金を課すよう勧告した。その後、12月25日の臨時取締役会で、日光コーディアルグループ社長と会長が26日付で、隕石辞任し、日光コーディアルグループ社長の後任に、同取締役、日光コーディアル証券社長の後任に、同副社長がそれぞれ就任する人事を決めた。2007年2月23日、 アメリカの金融大手であるシティグループが日光コーディアルグループを事実上参加に収める方向で交渉に入ったことが明らかになった。その後、3月12日に東証は日光コーディアルグループの上場を維持することを発表した。5月9日にシティグループが日光コーディアルグループの株の61.08%を保有する筆頭株主となったことで、 事実上同社の参加となる。ジャーナリストの田原総一郎は、これは不正会計というより、粉飾決算だが、公正取引委員会、金融庁、検察も共に全く動かなかったと主張。その理由を政治絡みであることは間違いないと主張しており、マスコミが発端で捜査に至ったリクルート事件になぞらえ今後追及していかなければならないとしている。 事件の原因としては、日本文化独特の癒着が、監査法人と企業の間に起こったことが一因ではないかと、田ハラは結論づけている。日光コーディアルグループ株式会社時代は、以下の会社を子会社として、日光コーディアルグループを構成していた。ありがとうございます。